そこに図してがなされるところです。山に登ってきて、みかあそこから谷か大蛇にやられる。ここは蛇がすごくいるんですよ。本殿を屋根を吹き替えたんです、大正の時代。そしたら中から蛇がたくさん出てきてたんですよ。というのはですね、神社ではお米はおさい銭とおさい銭をあげますね。その米を狙ってネズミが入ってくるんですよ、本堂に。そうすると今度はそのネズミを狙って蛇が入ってくるんですよ。それで蛇はまるまる太っているんですよ。で私もいつかお祭りの時、つかん様が乗りとやってた時、本殿の折りからスルスルスルーって降りてきました。裏の山をそこ登って、